お力が我が身に伝わってくる。ドラゴ様の息吹が。見よ、我が祈りにドラゴ様が応えてくださったのだ。我が神ドラゴ様の目覚めの時は近い。そのためにはライガーを倒さねばならない。だが、やつには新たなバイオアーマーも加わり、手強くなってきている。あのリュードルクでさえ手ひどい傷を受けている。ライガーを葬ることのできるドラゴナイトはおらぬのか！お任せください、ザーラ様。我が精鋭部隊の中でも最強の者が今目覚めようとしております。なんと。カップラーメン50個、カップ焼きそば60個、パックカレー90個にそれと、まだまだ足りないわね。たまに買い出しに来るとこれだもんな。いい加減にしてくれよ、サエコね。神崎さんがいなくなると急にインスタント食品ばっかりだもんな。男がいちいち細かいことで文句言わないの。でも栄養のバランスが。生卵でも飲んでればいいんじゃない。おじさん、卵100個ね。あ、毎度。むちゃくちゃだよ、もう。あとはどういう神経してんだろう。私は見つけたの。大金をまだもらってないんだ。うるさいわね。今それどころじゃないでしょ。あ、ケン、ちょっとどうしたんだよ、二人とも。ケン、ずるいんだよ、ユイのやつ。このワンピース私が先に見つけたのに。違うもん、私が先よ。このごっそんな腹マリのバカ。もう、わっとあった。早い話が似合う方のもんにすりゃいいじゃんか。似合うに決まってんでしょ。まあ、私だってほら、似合う似合う。これは甲乙つけがたい。はっきりしなさいよ、はっきり。いや、そうだな。やっぱりゆいちゃんの方が。舞の方が。本当は俺が一番似合ったりして。うわどう？バカみたい。ケンはどうなの？そうよ、どうなの？そうだな、
やっぱりこういう女の子っぽい服はゆいちゃんの方が似合うんじゃないかな。でしょでしょでしょ。ずるい、ケンたらいつもいつもゆいの味方ばっか。そんなこと。そんなことないわよね、ケン。あ、何よ、可愛い子ぶりっ子の大根足。何よ、おてんばのデベソ。おいケン、どうすんだよ。どうするって、俺知らね。怖い怖い。我が部隊でも最も凶暴なる戦士ゾルバ、いよいよお前に働いてもらう時が来たぞ。こりゃドルサタン様、何かご用で。相変わらず怠け者ぶり。だがゾルバ、今はお前の力が必要なのだ。ねえ、一体何があったの？何でもないわ。マイ、いやマイちゃん、いい加減に機嫌直してくれよ。いいの、私分かったの。結局みんなユイの味方なのよね。そうなのよ、どうせ私は天涯孤独よ。そんなことないって。俺は思いっきりマイのファンだぜ。俺だって。いいわよ、無理しなくったって。私はユイみたいに女の子っぽくないですからね。ねえマイ、もう機嫌直してよ。ほらこれあげるから。何よこんなもん。あ、すぐいい子ぶりっこして。私はね、あんたのそういうところがぶわーい嫌いなの。マイ、はあ、いやだ、女の子はすぐ泣くんだから。もっともそれだからケンたち男の子にモテるんだろうけど。へい、やめろ。いつまでへそ曲げてんだこのパープ娘。いい加減にしろ。いい加減にしなさい、マイちゃん。みんなして、やっぱりそうなのね。分かったわよ。マイ、私は歩いて帰るわ。ちょっとまずいんじゃないケン。うん。なんだ。こいつはドラゴナイト。眠ってやがる。なんなんだこいつ。なんだ、バーライ、バーライ。目を覚まさないわ、バーライ。おのれゾルバ。なんか可愛いな。わかった。早く中継車へ。
腕が抜けない。ね、大したことなくって。 ごめん団子、俺のせいで。さあこれでいいわよ。ごめんね団子くん、ベガルーダさん呼べればこんなことにならなかったのに。いいからいいから、何もユイちゃんが悪いんじゃないって。それにしてもあのドラゴナイトすごいパワーだった。もしあのまま戦っていたら。でもどうして、なんでベガルーダを呼べなかったの。考えられることはただ一つ。わからない？あなたたちの波長が合わないとベガルーダを呼ぶことはできないのよ。つまらないことで喧嘩したり苛立ったりするとね。だからほら、いい加減に仲直りしなさいね。ごめんね舞。わかればいいのよ。わかれば、これからは少し慎みなさい。何よそれ、人がせっかく素直に謝ってるのに。今度は何か、素直ブリブリっ子か。死ぬかと思った。団子くん、カーピンクのパンチ。あ、見たわね。ほらほら待ちなさい、エロエロ。結構息合ってるみたいね。この分なら心配ないわね。どうだろう。愚か者が。起きろ。あれほどまでにライガーを追い詰めながら眠りこけるとは、貴様というやつは。よいか、今一度チャンスをやる。再びこのようなことがあった時には命がないと思え。まったくすばしっこいわね。本当、どこ行ったのかしら。私の後についてこないで。私の勝手でしょ。あ、こっちは私が行くの。早いもん勝ちなんでしょ。どこ行ったっていいじゃない。なんですって。なあ、めんどくせえな。あっちへ行きなさいよ。前こそ別の方へ行きなさいよ。眠い眠い。私が先にこっちに来たんでしょ。私の方が先だったわよ。私だって言ってるのに。早く逃げて。ダメ、もうダメ。逃げる気か、そうは
は写真。あいつら一体どこまで行ったんだ。そのうち帰ってくるでしょ。でも森にはまださっきのやつがいるんだぜ。大変大変、釣り橋釣り橋。どうした、ミニナイト。ユイマイ、大変大変。何、さっきのやつだ、急げケン。マイ、もういいわ、あなたまで落ちてしまうわよ。ユイ、あの世に行っても仲良くしようね。に頭がかいなんで、うん、チーチー入れるぞ。ダイダイユイ、ダイダたちは無事か。よし、アイたちの分開始してやるぜ。ファイヤー。
勝負はこれからだ。行くぞ、メガホーン。ダメか。なんてやつだ。一体やつの弱点は。もしかしたら。ウイとマイが間に合ってくれて助かったぜ。いいのよ、遠慮しなくたって。マイの方が似合うもん。そんなことない、ユイの方が全然似合うって。ああ、ほくさ、やってらんないよ。マイの方が似合ってば。だって、ユイの方がスタイルいいわけだし。嘘うわ、そう、二人ともいらないんなら、うん、私がもらっちゃおっと。ちょっと、それ私のなんだから。ヒロシがやけに俺に突っかかってきた。いくら優しい俺でも頭にきたぞ。こんなヒロシがドラゴナイトに襲われてしまった。待ってろよ、ライガーの力見せてやるぜ。はあ、すぐにいい格好するんだから。このお調子も。次回、重心ライガー、怒れ剣、友情の翼、赤い獅子が吠えるぜ。